ロックバンド。リードボーカルであるキムユナのカリスマ的な魅力を全面に出し、韓国の代表的なロックバンドとして君臨している。紫ウリンは紫の雨が降る森という意味で、神秘的な架空の風景をイメージして名付けられた。バンドの起源は1993年結成のフルカウント、1995年結成の CCR。その後1996年に、 キムユナが映ったウッドチャイルドを見たキムジンマンが一緒に活動することを提案しミューンオリを結成当時のメンバーはイソンギュ、キムユナ、キムジンマンの3人だったがその後ドラマーのグテフンを再度メンバーに迎え入れるのに成功映画花を持つ男のサウンドトラックへの参加をきっかけに紫ウリンに改名97年11月ファーストアルバム パープルハートをリリースし、メジャーデビューを果たした。1998年2週アルバム、恋人、翌年2.5週、ビーテキ作業、2000年には3週、ザ・ワンダーランドが発表され、同年10月に日本デビューも果たす。2002年に4週、レイヨン、2004年に5週、オールユー・ニード・イズ・ラブ、2005年、青春レイさん、2006年6週、 アッシュズ2アッシュズ2008年7週ルビーサファイアダイヤモンドを発表ありがとうございます